はい、どうも皆さんこんばんは、斉藤マンです。16セカンズ上級編やっていきたいと思います。続きからですね、いきましょう。いやー、なんかね、ここまでやってみた感想として結構ね、初級編でやった時は序盤の方楽勝だなみたいな雰囲気があったんですけども、今回上級編でかなり難しい、序盤なのにかなり難しいっていう状況が漂ってます。だってこんな画像と見たことないもんね。これ水が浸水してたりとかで、前回ね、もうなんか着々とダメージを受けつつあるんですけども、まだ水と食料はまだ確保している状態です。であとシャリコフが遊びに来ました。ティミーがやられかけてんのか。ティミー脱水だから、ティミーに水をあげるかっていうところが争点になってくるな、このパートの。正直ティミーは雑な扱いにならなくはないよね。もう扱いにせざるを得ないっていうところがあるんだよな。なぜ地図が剥がされたのかわからないが、金庫を開けることができた。金庫の中にスープ缶が1個入っていたと。なるほどね。前回のパートなんか金庫を見つけたんでしたね。ティミーに水あんまり余裕ないけどな。まあ、ティミーに水あげようか。脱水になってるからあげよう。あ、これまた外行けないんだ。ちょっと待って、外行けないってことは、ティミーに水あげてる余裕ないな。ちょっと一日ちょっと耐えてもらおう、ティミーには。ティミーどうだ、耐えれるか。よし、耐えてる。でかいでかいでかい。この状態で水飲めば、回復するんで、分かったことが、脱水って一周耐えれるなっていうことが分かりました。多分ね、分かんないけど、ただ、ドローレスとかテッドとかにはもう脱水になった瞬間に水をあげる方針で行くんですけど、ティミーに関しては一周様子見れるで。最悪ティミーやられてしまってもゲームオーバーにはならないので、それぐらいの状態で行かないとダメだ。これとりあえずもう全員に水ですね。ティミーにも水あげます。あー、もう水がもう着々と減っている状態だが、空腹にはなってるが、ティミーまあとりあえずこれでいいでしょ。ところでなんでね、外に出れないのかがわからない。なんか荷物を取りに行けないんだよな、さっきから。あ、テッドが一応行ける状態になってんのか。あ、テッドじゃあ行ってもらうか。食料と水がある限りここで耐え忍ぶこともできるが、ゆくゆくは脱出しなければならない。可能であるなら安全な場所へ向かいたい。我々の望みは勇敢な兵士たちがやってきて誰にも見つく、政府のシェルターへ避難させて、まあラジオですね。ラジオが脱出へのこの近道になってきますから、非常に重要なアイテムになってきます。ティミーが回復と、メリージェーンが空腹になった、テッドが完全に無事と。メリージェーンに飯を食わせましょう。ティミーはまあいいでしょう。ティミーはちょっと空腹のまま置いておきます。水がちょっとやばくなってきましたね。そうだと思う。政府はまだ捨てたものじゃない。助けに来てくれるんだ。ラジオ放送では細かい日にちは教えてくれなかったが、あと数日でやってきてくれるだろう。よし。これね、例えば、軍が来たとするじゃないですか。クリアじゃないんですよ。門を開けるか開けないかっていう選択肢を問われるんですね。開けなかったらクリアできないとかってことになってくるんですよ。ただ、軍かどうかっていうのはわからないんですね。開けてみるまで。俺のなんか前のライブでさ、開けたらさ、物全部持ってかれたみたいなのあったじゃないですか。ああいうことにちょっとなりかねないので、ちょっと、ドアを叩くイコール、助けみたいなこととは言い切れないんだよな。これ、テッド、ちょっと行ってきてもらいましょう。斧を持って行きます。まあ、大丈夫だろ。テッド、おっさんだから、やられないと思うんだけどな。これ帰ってこなかったらさすがにちょっと俺かわいそすぎませんか。うん、これテッドは帰ってきてくれると思うよ。なんか水あたりを持って、お、なんか殺虫剤が増えてるような気がするが、シェルターで遊んでいたシャリコフがガタついていたレンガの裏に隠された小さな木箱を見つけた。おー、シャリコフが見つけました。シャリコフやっぱりあれだな、薬病神かなと思ってたんですけど、シャリコフは実はアイテムを補充してきてくれるっていう重要な存在ですね。家族の一員だ、シャリコフは。ティミーが上になった。上はまずい。
基本的に上になったら飯を食わせるっていう感じでいきましょう。ティミーはね、もうなんか虐待してるみたいになってますけど、これもうしょうがないんだよな。ティミーがゲームオーバー条件じゃないからね。シャリコフはまだここに慣れていないため、よく見張っておく必要がある。それに信じられないかもしれないが、今日は首輪に別のものを見つけた。住所が書かれた金属板らしい。遠くない場所だ。ちょっと外に出てみるべきだろうか。これシャリコフを返すイベントなんですけど、まあ、シャリコフにはいてほしいので、罰にします。シャリコフを存分に使っていけばアイテム補充の鍵になる。このゲームはもうシャリコフゲーだもん。ティミーが病気になった。なぜだ、なぜティミーが病気になった。猫はここに住むことにしたようなので、まあ置いておくと。あとはなんでティミー病気になったんだ。あ、もう関係なしに病気になったそうです。で、医療キットがないので治す術はありません。ティミーはやばいか。病気になるイコール死ではないからな。上ってのをちょっとほったらかしたのがまずかったかもしれない。以前の暮らしが恋しいと。もうどんどんサクサクね、いきます。ティミ。よし、ティミは生きている。おっさんが帰ってくるかどうかだよな、これは。ティミがいよいよまずいが、脱水になっても一日は耐えれるので、ティミはちょっと放置しよう。メリシェンが脱水か。ドローレス脱水。いや、ドローレスとメリジェンも一日ちょっと耐えさせよう。水がもうやばい。うん、これちょっとドローレスと全員水与えないでいきます。よし。水がやばいんだよ。だから簡単に水飲ませられないっていうのところがあるんだよな。よし。とりあえずしのいでいる。メリジェンに水ですね。ティミーにも水あげないとまずいな。まずい。かなりやばい。水がなくなってきた。おっさんが帰ってこないと。あー、これ水切れになるな。正直。ボトルが一本になってしまったが。これで行きましょう。ほう。今朝ノックが聞こえた。恐怖で身を飲んだが、あ、交換したいって言ってんのか。でも俺これ両方持ってないから、交換できないんだよな。ああ、これ欲しかったな。いや、もうこれ交換もできないわ。殺虫剤と交換とかだったらよかったんだけど。お、新世界秩序っていうのがなんか出ましたが、実績解除されましたが、何があったんでしょうか。そしてテッドが帰ってきました。ティミーがもうこんな表情見たことない。もうティミー、でメリージェンだけ無事でいると。これはちょっと、ひいきが目立ち始めてしまったかもしれない。確かに女の子たちは勇気を持ってこの荒れ地を歩いてはいるが、興味を引くような商品がなかった。警察署を通るとまだ警官がいる。中で何人かの警官と話した。仕事の能力は高そうな印象を受けたが、新世界の秩序について話し続けるところが怪しかった。警察署の近くを通ると警官が神経質になっていた。食料を渡してくれた後、はい、食料をもらいました。で、弾薬も少し分けてくれました。なぜか警察が弾薬を分けてくれました。どんな世界だよ。これ水がね、もらえなかったのはこれかなり痛い。で、斧を失ったと。あー、これ水欲しかったな。食料じゃないな、この状況。とりあえずおっさんに飯を食わせよう。なんでメリジェンだけこんな無事なんだ。なんでこの差よ。この差よ。とりあえずおっさんに飯を食わせます。水はもう使えない。今日他の生存者からの手紙を見つけた。彼らには攻撃をする意図はなく、お互いに話をしたいということだ。彼らは今晩我々の中から一人武器を持たずに会う約束を取り付けに来ている。彼らは友好的かもしれない。誰を生かせるべきか。ティミーでしょう。ティミーをもしかしたら水とか食料とかふんだんにこう飲ませてくれて返してくれるみたいな流れを期待したが、メリージェーン、ただ腹が減っているっていう
俺も今払って減ってるから俺と今状態一緒ですね。メリー・ジェーンはほぼ日常と変わらないっていう、疲労すらしてないんだがメリー・ジェーンよ、あの手紙に書いてあったことは本当だった。我々と同じような境遇の人がいたのだ。武器を持たずに時刻通り指定された場所に行くと生き延びた人たちに迎えられた。彼らは双子の兄弟でとても友好的だった。いくつか情報を交換し合い、これからも連絡を取り合おうと約束したのだったと。双子の兄弟か、なんか出てくるんでしょうか。ティミーがやばいが、病気ってのはね、すぐにどうこうしなくてもなんとかなるな。テッドにちょっと飯を食わせます。飯はふんだんにあるので、うん、これでいきましょう。地上の状態がいまいち把握できていない。外へ出るのは危険かもしれないが、メリージェーンにね、ちょっとなんか取ってきてもらおう。ティミーは多分ね、出て行ったら死ぬと思う。だからメリージェーンにちょっと出て行ってもらって、うーん、水だな、とにかく水を中心に取ってきてくれればクリアまでの道が見えるんですけど、シェルターの壁の穴はネズミが入るには小さすぎる。猫ならスリリと入る。時々シャリコフが夜に抜け出して朝に戻っていることに気づいた。近くで餌を見つけて夜食に出かけているのだろうか。もしそうならついていきたいものだ。今度外に出たら後を追ってみるべきだ。いいですね、後を追いましょう。もしかしたら何か食料があるかもしれない。今はね、水を確保する方法、お、あれ、シャリコフがいませんね。あ、ティミー上だな。飯食べさせないとまずいわ。飯が必要なのがテッドとティミーだな。シャリコフが向かった先は古びたガラクタ置き場だった。住人はたった一人、自称科学者が古いバスを研究室に改造して実験しながら暮らしている。博士はペットが戻って嬉しそうだが、猫の方は興味なし。あ、なるほどね、博士のペットだったのか。まあでもこれね、シャリコフ数日したら戻ってきますよ。うん、シャリコフまた3日後とかに戻ってくるんでね。これなんかイベントあったような気がする。で、必要なのが、ティミーに飯とテッドに飯かな。水は極力、これスープだからさ、水分じゃないのか、水じゃないのか、このスープってのはずっと思ってたわ。外に行くのはメリージェーンです。メリージェーンにちょっと行ってきてもらいましょう。ピストル持って行かせるか。どうしようかな。素手で行かせんのあれだから、ピストルな。ピストル失うとちょっととね、敵が来た時に撃退方法があれになってくるので、地図ですね、地図を持って行かせましょう。いや、ピストルだな。メリージェーンの安全が第一だ。メリージェーンにピストルを持って行かせます。なんかね、強盗みたいなやつが来た時に危険なんだよな、ピストルがないと。まあ、とりあえずメリージェーンに水を取ってきてもらうってことに、もう全てを託しましょう。今これ25日でしょ、だいたいクリアが55日がだいたいクリアの目処で考えてるんですよ。50日ぐらいが、水どう考えても持たないんですね、この1本では。なのでメリージェーンにただただ期待するのみ。分配の時間だってなってるんだが、脱水か。これ脱水になっても1日放置しよう。もうそれでしのぐしかない。脱水になってるけど、これちょっと飲ますわけにいかないので1日だけ放置します。週末を迎えた世界は平穏な世界だと思うかもしれない。人がいないのだから。だが今のドアの向こうに誰かいる。ドアを開けると青のジャンプスーツを着た男がウォーターチップとアイテムを公開しない。いやー、ダメ、水はちょっと分け与えれないわ。命の水だわ、この水分け与えると。あー、ほら、シャリコフ帰ってきましたね。脱水なのでここで初めてちょっと水を飲ませます。ティミーはもう多分ダメだ、ティミーはもうダメだ。シャリコフが帰ってきたと。ちょっと水を飲ませます。ティミーの水はちょっとないですね。いや、これ水だな、
政府からメッセージが届いた。軍が救助作戦を準備しているので、生存者は指定された場所に向かい生存確認の信号を送ってほしいという問題の場所だ。オッケーオッケー、地図ありますよ。これメリジェンだな。メリジェンが水持って帰ってこないとマジで終わる。あーやばいか。ティミーね、多分このターン水飲ませなかったら死ぬと思う。多分ね。ただ水を飲ませてる余裕がないんだよな。水がないんだよ。もう水がないんだよ。いや俺ここねしょうがないですね。もう苦渋の決断です。ティミーは水がない、すまない。ここでのサバイバルは決して簡単なことではない。これ多分ティミー死んだんじゃないかな。ティミー、ティミー、あティミー、ティミーどうした。そしてメリージェーンが帰ってきました。で水を多分2本持ってきた。ティミーにあげてりゃよかったかもしれない。もしかしたら水不足がティミーをおかしくしてしまった。シェルターの扉を開けて振り返ることなく走り去ってしまった。おそらくもう戻らないだろう。これね、幸か不幸か一日間に合わなかったです。水飲ましてればよかったかもしれない。水が2本手に入るっていう計算ならね。いやーやってしまったか。ただ今後のことを考えるとティミーを生かしていくっていう決断、これで良かったんだと思うんだけどな。ただちょっとむごいよね。上級編ってのはだからこういうことになってくるんですよ。病院まで行ったがすでに廃墟となっていた。一部の建物はまだ残っていたので水を2本見つけてくれたと。救急箱も見つけました。でガスマスクもなぜか見つけました。メリジェンがちょっと無双してきてくれたみたいで、水を2本と救急箱とガスマスクを1つずつ手に入れました。で斧も1本手に入れました。メリージェンがもう無双してきてくれましたね。いやティミーすまん。いやこれはちょっと後々後悔することになるか。ティミーには申し訳ないことをした。ティミーには本当に申し訳ないことをしたが、ちょっと苦渋の決断だったな。ちょっと飯を与えましょうメリージェンに。外に行かせるってことなんですけども、ドローレスだったら多分生きて帰れないのでドローレスは行かせません。大きなクラッシュ音、響き、驚きの悲鳴、天井から降ってくる破片、一日を始めるにはもってこいの騒動だ。シャリフが新しいおもちゃを見つけたらしい。壁から引っ張り出した配線、何のケーブルか見当もつかないが、電気は消えていないしそれほど大事なものでもないだろう。ケーブルを取り上げて調べてみるか。どうする。ケーブルを取り上げて、まあまあイベントなんで調べてみますか。いや本当にね、ティミー生かすルートとかも考えたいよね。いやマジで申し訳ないなティミーには。ドローレスが上になってしまいました。ちょっとティミーな、悪いことをしたかもしれない。外までワイヤーを巡ってたどってみると、反射したトラックを見つけた。中には驚いた男が2人、点滅する電球に囲まれている。なんという宇宙工学か。シェルターの中を盗聴されていたか。道端ピクニックという言い訳は限りなく説得力なし。ピクニックなどできないことはティミーでもわかる。ティミーすまねえ。ティミー家族が生存するためなんだ。分かってくれティミー。俺は多分ね今後ティミーへの弔い合戦というか、ティミーのためにもここは生き残ります。これテッドに飯、どうだろう、メリジェンに行かせたいんですよね本来。テッド帰ってこない可能性もあるんだが、いや今とりあえず安定してるのでメリージェーンが回復するまで食料調達は控えようかなと思います。
我々のことを嗅ぎ回っていたエージェントたちが玄関にやってきて説明したいことがあるという。聞いてやるべきか。まあまあ聞いてあげますか。なんか暴力振るわれたりとかしたら嫌なんですけどね。ちょっとそこだけが怖いんですけども。はい、ということで、今回ねここら辺で終わりにしようかなと思います。いやーちょっとねティミーがマジでかわいそうだったんですけども、どうだろうな、ティミー生かしておいた方が良かったか。ちょっとね、リスナーさんもちょっといろいろ思うとこあるかなと思うんですけども、ティミーを生存させるルートとティミーを犠牲にするルート、ちょっとどっちを選べば良かったのかなっていうのはわからないんですけれども、また次回以降ねティミーのためにも、生き残りたいなと、一人になってもね生き残りたいなと思います。ということでまた次回もよろしくお願いします。サイテンマンでした。ありがとうございました。